出た、エレンです。ついにまたエレンを使う時が来たようだ。そうだよね、人生においても正しい選択っていうのはなかなか難しい。おお、ということで出陣しましょう。どうやら終わったようだ。作戦は成功だ。やったな。やつを捕獲したってことは正体も分かったんでしょうか。多分そうだろう。とりあえず装備を整えて、ちょっと合流しよう。はい、俺はいつでも行けますよ。はいはい、行けますよ。エルド人、調査兵団のエルド人、ロバイ率いる作戦班に所属、副リーダー的な立場にある。へぇー。ふぅー。あ、ん？リヴァイ兵長。いや、違う。誰だ？ Who are you？ うわっ！マジ？こいつ死ぬんだっけ？グンタさん！え、グンタさん、グンタさんは？エレンを守れ！メラタの中身が、それとも複数いるのか？いや、グンタさんは？かかってこい！差し違えてでも倒す！やっべえ。やはりか。来るぞ。メガタの巨人だ！はっはっは。私は何度でも蘇る。プロン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 。もっと揺れてほしいんです。俺たち3人で女型の巨人を仕留める。エレンはこのまま全速力で本部を目指せ。俺も戦います。これが最善策だ。お前の力はリスクが多すぎる。なんだってめ、俺たちの腕を疑ってんのか。いやいや、そうなの。エレン、私たちのことがそんなに信じられないの。いやです。俺は戦うことを選びます。見て、あれ、切られた。人間のままでもグンタさんの仇を取れる。いい加減にしろ、わからせやのクソガキめ。エレン、仕方ない。俺の指示には従いよ。巨人の力も使うな。私たちのそばから離れないで。いやいやいや、どう考えても俺がリーダーみたいになってるけど。ていうかね、メガタの、あ、やっと足取れた。いや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 、君たち、私しか攻撃してないんだけど。ねえねえ、他のみんなも攻撃してくれないかな。お願いします。なかなか焦げないな、足。よやばい、ちょっとごめん、戦線離脱します。なぜかというと、ブレードとガスがないから。やばい、ブレードとガス早く交換して。いやいや、ブレードなくして勝利なし。やってやる。よっしゃ。で、破壊成功しましたけど。俺はやれ。わ、これは。ここで惨めに死ね。クソ女型に報いよ。ピン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 。やべえ。SM ポーズか、 SM ポーズ。おおおお。すげえ。あの女型が一方的に。とどめだ。お、エルド。あれ、リヴァイ班ってこんなにやられるんだっけ。なんでよ、
あれ、ペトラちゃん死ぬ。ペトラちゃんだけやめて。早く体勢を直せ。ペトラちゃんはやめて。うわマジか。俺メガタの巨人嫌いなんだよね。おいおい死ね。なぜだ、刃が通らねえ。お嬢さん、俺が選択を間違えたからみんな死んだ。なるほどね。こいつを、マジか、こいつを来るか、殺す、変身するか。来たー、ガチホモの巨人登場です。俺が真のガチホモだ。お尻なんてこんなプリプリしてて、お前にも負けねえプリプリプリだ。いて、待て待て待て、仲間を信じたいと思ったから。待て待て、みんなかわすのか。最初から自分を信じて戦っていれば、最初からおマッチョだね。こいつをぶっ殺しておけば、あの時巨人になっていれば、いや、もっと前に戦っていれば、リヴァイ兵長もいたんだ。絶対に食らえ、食らえだってできたかもしれない。俺が選んだ、俺がした選択で、みんな、あれあれ死んだ、俺のせいで。いやいやいや、みんなが、だけどあり、待て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 、お前が悪い。いや、よくわかんねえ、ふざけたコメントしてたけどさ、今やってるやん。いた、いた、ふざけんな、ほらほら、ほら、よし、アタック、ドレイ、あれ、ぶっ殺す。うるぅ、11380、やば。ほら、ふざけんな、ほら、あれなんかな、俺のお尻にかなわねえんだよ。わぁ、握っちゃうぜ、おっぱい。あれ、目元の巨人ってこんなに弱かったっけ。え、楽勝なんですけど。ほい、回避してパンチ、ねん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 、超楽勝。え、楽勝なんですけど、フルボッコなんですけど。よくわかんないけどフルボッコだよこれ。弱くね。おい、ちょ、オーバー、ぶっ殺す。俺の真のピリピリケツだ。お前の貧相なケツになってな、興味が出るんだ。おるよおるよおるよ、あ、レンジャーパーク。いや、弱くない、大丈夫、楽勝なんですけど。あ、ぶっ殺す。うわ、すっげえ弱い、フルボッコじゃん。細かくしてから食ってやる。食ってやろうぜ。もう俺が男だっていう、勝ちホモのキングだってことを知らしめてやりたい。いたそのまま行く。肉を切らせて骨を立てたこのこと。やべえ、杖みたいな顔してる。下出てるけど、ペロペロエレン、ペロペロエレン、下出てるよ。
ペロペロ。いや、この女型の巨人ブサイクすぎんだろ、どう見ても。ちょっと顎外れちゃった、こんな顔で。ちょっと、え、あ、顔持ってかれた。マジ？エレン！あ、あ、持ってかれる。エレン食われちゃった。ごちそうさまでしたみたいなね。バイバーイ。やべえ、男取られたみたいな。何？エレン！汚っ、汚っ。え、ていうかリヴァイ兵長強すぎじゃね？どんだけ強えの？エレン、多分無事だ、生きてる。いや、来たな。もう奴には関わるな、撤退する。デロンデロンじゃん。作戦の本質を見失うな。自分の欲求を満たすことの方が大事なのか。お前の大切な友人だろう。友人じゃない、カレピブイーン。やっべ、逃しちゃったみたいなね。泣いてる？泣いてた今。気持ちよかったのに。エレン、ああよかったね。やっぱ俺ミカサとエレンが2つセットの方が落ち着く。逃した。なんでみんな一体。作戦は、作戦は失敗です。失敗した。今は休んで。エレンガビーンみたいなね。すげえ。もうじき壁につくから。どうせディスられるんでしょ、住民に。早朝から出てったと思ったらもう帰ってきたのか。たく、こいつら何しに行ったんだよ。エレン耐えて。頑張れエレン、頑張るしかねえんだ。リヴァイ兵長殿、娘が世話になってます。娘に見つかる前に話したいことが。娘が手紙をよこしましてね。父親としてはですな、あいつもまだ若いし。エルヴィン団長、今回の遠征で犠牲に見合う収穫はあったんですか？死んだ兵士に悔いはないとお考えですか？もうなんかみんなすげえ目しててコメントできねえよ。今回の壁外遠征にかかった費用と損害による痛手は調査兵団の支持母体を失墜させるに十分であった。すんません、すんません。エルヴィンを含む責任者が王都に召集されると同時にエレンの引き渡しが決まった。ああやべえ、エレン先生討伐数 C ってか。いやいやいや、女型の巨人で忙しいんだもん。